忘れもせん。43年前のことだ。まだ私が幼い頃、歴史ある商団アハバカの新たなる首領に私の父が選ばれた。商団の新たな門出に祝いはつきもの、大宴会が開かれることになったのだ。パパが一番偉い人になったの？すごい！ハハハハ、パパがアハバカをバルツ一の商団にしてみせるぞ。あれ、パパお腹に何か隠してるの？ああ、これかい。これはパパが狩猟になったお祝いにママがこしらえてくれた懐刀だ。そいつは羨ましいっすね。ねえねえ、見せて見せて。うわぁ、金ピカでかっこいいや。私はその懐刀を抜き、刀身を眺めた。なんとも美しく豪奢なものだったよ。父のためにと奮発したのだろう。貧しい暮らしの続く中、貯めた金でな。私は知ったよ。母がどれほどこの日を待ちわびていたのか。さあみんな、今日は祝いだ。大いに飲んで大いに騒ごうではないか。よし、それじゃあ新たな狩猟に乾杯。だが、そんな幸せな日の真夜中に事件は起きた。ぐっすりと眠っていた私は、階下から響いてくる物音によって目を覚ました。パパが帰ってきたのかな。私は狩猟になった父を出迎えようと階下に降りていった。だが、そこで私が目にしたのは、荒らされた部屋の中で血まみれになった両親の姿だった。そして、誰？私を見て窓から逃げていく賊の姿。その首筋に何かが見えた気がしたが、ひどか。ねえ、どうしたの？今、お医者さん。母さんは、そうか。パパ、しっかりして。わあ、ひどい。強く生きの。パパ！それから後、両親の葬儀がタアロジーにてしめやかに行われ、商団の仲間たちは狩猟の死を嘆いた。ダリールさん、誰がパパとママにあんなことをしたの？賊の足取りはつかめていない。すでに島を去ったようだ。僕、これからどうしたら。よかったらうちで暮らさないか。お前と年の近い息子のカウイもいる。まっすぐな子だ。すぐに仲良くなれる。
お前の父さんが残したアハバカは次期首領の私が守る。息子のお前も同じだ。葬儀以降、私は寺院のご神体に我が身に起こった災難を吐き出すように祈りを捧げるのが日課になっていた。タロ様、どうかどうかパパとママを殺した奴らに罰を与えてください。私は幼心に復讐を誓い、その思いを忘れぬよう歌にしたためた。私は目に涙でなく炎を灯して祈った。そんな私の恨みをはらんだ祈りを飲み込むたび、ご神体は光を帯びて、少しずつあの日見た賊の姿がはっきりと思い出されていった。幾度祈りを捧げたことか。ある日寺院に砂が舞い込んできた。タロ神が聞き届けたというように。それから20年の間、私はダリールの息子カウィと切磋琢磨しながら商談アハバカの仕事を務め続けた。よう、ワーヒドゥ、また商談をまとめてきたらしいな。みんながさすがだって褒めてたぜ。カウィこそ商談同士のいさかいを収めてきたらしいじゃないか。あそこは犬猿の中で有名だっただろう。長いことかかったかな。喧嘩の仲裁には頭はいらねえ。腹を割って話をすりゃいいだけだ。カウィはそのまっすぐな性格から仲間たちに兄貴と慕われ、アハバカの次期首領とも噂されていた。カウィに首領の座を渡すわけにはいかなかった。父が残した商談は私が継ぐべきだと思っていたからな。それからしばらくして機会は訪れた。おお、販路の開拓案を俺とワーヒドゥが別々で考えんのか。難色を示しているアニード王国の件ですね。それぞれが知恵を絞り提案してくれ。そしてより優れた案を採用したい。その結果をもってお前たちのどちらかに新時代の狩猟を任せようではないか。よし、やってやろうじゃねえか。なあ、ワヒドゥ。もちろんだとも。カウィ、私は手を抜くつもりはないが、構わないかい？当たり前だろうが。必ず、アハバカの狩猟になってみせる。それから幾日が経ち、私とカウィは販路の新規開拓案をダリールに提出した。カウィの案はアニード王国が行う国営事業に協力し、まず信頼を得てから改めて商談の場を設けるもの。ワーヒドゥの案はアニード王国に出入りする小さな商団を買収し、流通経路の実質的な独占を狙うもの。
信頼を得てからだと？時間がかかるばかりだろうに、相変わらず要領の悪い男だ。今のアハバカの資本があれば、買収で外堀を埋めるのは造作もない。勝負は決まりだ。それぞれの案、実に興味深いものだった。これによりわしの腹は決まったぞ。次なるアハバカの資料はカウイ、お前だ。よし。ちょっと待ってください。私はカウイのものよりも。ワーヒドゥ、お前はカウイの右腕としてアハバカに尽くしてほしい。お前の案の方が現実的で確かなものだった。だが商団を率いるにはカウイのようなまっすぐな男でなければならんのだ。そんな、つまりは最初から後継者は決まってたのか。皆の前で私とカウイの主従関係をはっきりさせるためだけにこんなことを。ワーヒドゥ、俺にはお前が必要だ。共に力を合わせてこのアハバカをバルツ一の商団にしてみせようぜ。ああ。カウイ、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 カウイ。絶望したよ。報われないのかとね。だがタールの神は私に奇跡を起こしてくれたんだ。さあ新たな資料を買うよ。わしから褒美をやろうではないか。何が欲しい？言ってみろ。それなら決まってるぜ。親父が持ってる金ピカの懐刀、そいつを俺に譲ってくれねえか。金ピカの懐刀。お前知っておったのか。大切そうに肌身離さず持ってるからよ。いい品なんだろ。だからいつかもらおうって思ってたんだ。ならば仕方ない。俺受け取るがいい。ダリールから懐刀を手渡されたカウイは大喜びでその刀を抜き、刀身を眺めた。そして私の前で。ワーヒドゥ、見てみろよ。金ピカだぜ、金ピカ。こいつはすげえ。いやはや、驚いて言葉も出なかったよ。それはまさしく母が父に送った祝いの品に違いなかったからな。動かぬ証拠を前に私は確信したい。何もかもをはっきりと思い出した。賊の首筋にあった太陽の痣を。そしてその痣を持つダリールこそ両親を殺した賊であると。苦労したよ。すぐにでも痣を打ちたい気持ちを抑えて機を伺うというのはね。それから一年待った。ただ殺すだけでは意味がない。カウイの奴が手柄を上げるまで。いやさすがカウイの兄貴だぜ。相手の駆け引きをものともせず調印させちまうんだからな。兄貴じゃねえ、狩猟だ狩猟。
どうしてもまだ慣れなくてよ。おう、気にすんな。狩猟だろうと兄貴だろうと俺は俺だ。カウイ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 。お前ら今日は祝いだ。好きなだけ飲んで騒げ。ほれ、親父も祝いに来たなら飲んできな。そうだな、久しぶりに皆と飲むとするか。ダリール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 。私の予想通り、引退していたダリールもアホ面を下げて主演に訪れた。そう、機は熟したのだ。ああ、カウイ、もう一杯どうだ。うん、あ、うん。販路開拓の喜びはアハマカの皆を夢心地にさせた。バカみたいに大酒を喰らい、酒豪のカウイもいつになく泥酔し、無防備にもそのまま眠りにつく始末。まあ少量の酒だろうとぐっすり眠ることになっていたがね。間抜けな寝顔だ。誰のおかげで販路開拓が叶ったと思ってる。私がいなければご破産だったろうに。私の手柄を隠しておいて立派な息子を持ったと幸せかい。思い知るがいいさ。おお、大僧侶、まさかアハバカの守護者たる君が一服持ってくれるとは。おかげで万事うまくいきそうだよ。すべてはこの寺院のため。お布施さえいただければ。そこは案じなくてもいい。私は義理がたい男だからな。これまで以上のお布施を約束するよ。亡き父よ、母よ、そして我が怨念を知るターロシンよ、今こそ。私が決意を決めた刹那、砂塵嵐が吹き荒れ、寺院の中にも砂が舞った。直感で分かったよ。この砂塵嵐こそターロシンが浄化し続けている憎しみだとな。大僧侶、お主は何も見なかった。それでよい。はい。起きろよダリール、僕がここにいるぞ。ワヒドゥ、幸せかだろうな。そして絶頂から落ちろ。両親と同じ苦しみを味わえ。やめ。今しい太陽の技に夢中で斧を叩きつけるうちに奴は動かなくなったよ。そして私は
次なる標的カウイの懐から黄金の懐刀を奪った。お前のおかげで誰が賊なのか分かったんだ。感謝しているよ。だがさよならだ。情けない話だ。興奮のあまり手元が狂った。おかげで奴は飛び起きてねえ。何すんだワヒド。まずったな。だがいいか、一つ聞いておきたいことがあった。カウイ、お前はダリールが私の父にしたことを知っているのだ。はあ、親父、まさか、まさかワヒル、お前がやったのか。知っていたのかと聞いている。何をだよ。親父はお前の親父さんの後を継いでずっと頑張ってきたじゃねえか。じゃあ教えてやるよ。私の親父を殺したのはダリールだ。狩猟の座を奪い取るためにな。嘘だ、そんな。これは復讐なんだ。恨むんならダリールを恨めな。死ね。くそが。私はテオノを振り回しカウイを窓辺に追い詰めた。だがワヒド、俺は忘れない。貴様が行った所業を覚えておけ。必ず復讐してやるからな。貴様だけじゃないぞ、一族老頭その全てにな。怒り狂うカウイは私の隙を突き寺院の窓から飛び降りていった。しかしあの深手だ。いずれ野垂れ死ぬ。そう思いながら見送ったよ。どうしたんだワヒル。おい、血だらけじゃねえか。何があったんだ。死んでる。なんだって。おいワヒル、てめえもしかして。そりゃそうもなる。誰が見たって私がやったのは明らかな。まさかてめえ狩猟に選ばれなかったからってこんなことを。そんな些細な恨みと思うな。稲光、浮かび上がりし黄金の剣、消すは定めか、命散るらん。これは両親を亡くした幼き頃にしたためた歌。ターロの神は
全てを聞き入れてくださった。写真の中に現れた幻はターロの神が見せたもの、幼き私が見た光景そのものだ。お前たちも見ただろう、ターロの神がお示しになったものを、族の首にあった太陽のあざを。そしてこの懐刀は私の父が狩猟になったその日母が送ったもの、それすら奴は奪った。私の両親を殺したのはダリエルなのだ。これは復讐、正当な復讐だ。アハバカの者たちよ、見ての通りだ。ターロの神が庇護するのは誰か。ワヒル。そして私はターロの神の導きに従い復讐を遂げた。正義は誰にある。ワヒル。お前たちの首領は誰だ。このアハバカを真に率いるべき者は。ワヒル、ワヒル、ワヒル、ワヒル。こうして私は長き時を経て復讐を果たした。一つだけ気がかりがあったがね。カウイは生きていた。ミオモの妻とターロを出たと。打ち果たせなかったカウイ、そして生まれてくるであろう赤子よ。貴様らを皆殺しにするまで私の憎しみは、恨みは晴れないのだ。それから毎日、そう、毎日だ、私はターロ神に祈り、溢れ出す憎しみを吐き出し続けた。マナ娘と憎きカウイの息子が惹かれ合うなど夢にも思わなかったぞ。まさかそんな、親父を襲った賊があんただったなんて。信じようが信じまいが、私にとってはどちらでも構わん。さあ今ここで終わらせよう。貴様を一族を根絶やしにしなければ因縁を断つことなどできませんわ。これ以上関わる、家族を殺された私を止める権利など貴様にはないわ。ダメだ団長、今はもう話し合える状況なんかじゃないぞ。
何なんだよ、ったく。俺のじいさんがタビーナのじいさんを殺して、ワーヒドゥさんが俺のじいさんを殺し親父を襲ったとか、もう訳が分かんねえよ。アーテファ大丈夫か。まさか見つかりっこねえと思ってた親父の仇が目の前に現れやがった。しかもそれが、前に言ってたよな、賊を見つけたら殺すって。あれって、あん時の素直な気持ちさ。だがまさかこんなことになるとはな。親父もお袋も苦しんで苦しんで、俺だってガキの頃からほっとかれっぱなしだったんだ。そうさ、このまま差し違えたって構わねえ。おい、アーテファ、それでいいのかよ。うるせえ、これは俺の問題なんだ、口出しすんじゃねえ。アーテファ、私もあなたとの愛に行きたいわ。俺はタビーナのことを諦められんのか。ならもう答えは出てるはずじゃねえか。なのになんでパッと踏ん切りがつかねえんだろうな。このことタビーナさんも知ってるんでしょうか。さあどうだろうな。なあアーテファ、俺がこんなこと言うのもなんだけど、一人で考えれば考えるほどろくなことないと思うぜ。前に病気で死にかけたことがあってさ、その時はとにかくアリーザを悲しませないことばかり考えてた。しまいにはアリーザの前から姿を消して一人で死にゃいいかって、そんな風に思って。一人で死ぬ。ああ、今になってみれば何考えてんだよって思うけど、一人で思い詰めてみんなに迷惑かけた。あん時は大変だったな。アリーザのやつすっげえ怒っちまってよ。私たちだってそうですよ、すごく心配したんですから。ああ、みんなには謝っても謝りきれないよな。本当バカなことをしたよ。このままスタンを一人で死なせない、絶対に。やだ、このままスタンが死んじゃうなら私も一緒に死ぬ。そんなこと言わないでくれ。俺はお前が死んだら、私だって悲しいって言ってるだろ。目の前で死のうと一人で死のうと同じだよ。スタンがいなくなるなんて嫌だ。ハリーザ、俺はあの時すっごく後悔したんだ。なんでアリーザに正直に話をしなかったのかって。
だからさ、一人で考え込むなよ。怖いかもしれないけど、タビーナと話をするんだ。スタン、どうあっても俺たちじゃ正解を導き出せやしないけどさ、同じ境遇の二人なら話し合えるはず。だって誰がどう見てもアーテファとお嬢さんの愛は本物に違いないからな。ありがとうよスタン。そうだよな、うじうじ悩むのなんか俺の性に合わねえもんな。よし、俺はタビーナに会いに行くぞ。考えんのはその後だ。アハバカの連中も俺たちのことを探して屋敷の外にいるはずだからな。行くなら今がチャンスだ。言うたであろう、真二体の全てが整わねば無我の境地に達せぬぞい。今のお前さんが使う延命流とやらは型を似せたサルマネにしかなっとらん。サルマネじゃ。我らが磨き上げた武術の礎を知り、延命流を極めたくば揺らがぬ強き思いを抱け。さすればおのずとその武術は使い手それぞれの型に変化するじゃろうて。つまり私なりの延命流になるってこと？ひゃひゃひゃ、さすればサルマネなんかではなく真の武術に昇華されるはずじゃわい。まあ夢のまた夢かもしれんがの。夢のままでは終わらせない。絶対に無我の境地に達してみせるんだから。うむ、その息じゃわい。強き思いか。口の中がジャリジャリ。にょん、こりゃついに来たと言うべきかの。あ、仙人どうしたの？アリーザ、ちょいと頼まれてはくれんかの。ん？何を？ことは急を要する。事情はタアロジーに向かいながら話すぞい。
アリーザよ、タロ寺院の修行僧がなぜ武術を学んでおるか知っとるか。確か武術を通して真理を追い求めるとかなんとか。ふむ、惜しい。ワンモアエッセンスが足りん、故に不正解。さっきの緊張感はどこへ。そもそもターロ教が祀っておるターロ神とは一体何なのか。いや知らないけど。ターロ神は人々の吐き出す悪心を祈りを通じて吸収し浄化してくれておる。じゃがそれにも限界があっての。はるか昔その悪心を浄化しきれずにターロ神が暴れ出したそうな。そしてターロ神の巻き起こす黒き砂塵にこのまま島が飲み込まれるかと思われた、まさにその時。とある剣士がターロの神に立ち向かい見事それを沈めてみせた。雑念も悪心もなき無我の境地を武器に。以来その勇士はターロの地にとどまり僧たちに武術を指南した。それが受け継がれ今に至るのじゃ。へえ、っていうかちょっと待って、黒木砂塵。うむ、ちょうど今吹き始めた砂塵嵐のような感じかと思っての。こりゃまたターロ神が暴れ出すかもな。これが間違いであればよし、そうでなければ止めねばならん。無我の境地に至りし者としての。もしかして仙人が未練たっぷりにこの世に残ってるのって。さあ、この力が九段の剣士に及ぶか試したかっただけかもしれんし、極意を誰かに伝えたかっただけかもな。まあともかくターロ神の暴走が現実とならば、そうとして止めねばならん。さてアリーザよ、ここで頼みがある。一つ問題があってな。え、問題って。わしはこの山から出れんのじゃ。霊山の牙による摩訶不思議な力で姿を維持しておるからな。山から出たらどうなるの。召される。じゃあ地位に行けないじゃん。そこでお前さんの体を借りたいと思ってな。体を借り、な、何するつもり。何にもじゃ。この霊山で修行したお前さんはわずかながら気の性質が変化している。その帯びた気の一部を曲がりするのだとでも思ってくれ。言うならば匂いみたいなものよ。まあ無理にとは言わんがの、目を閉じてよく考えてみてくれ。乗り移られるとか乗っ取られるとかそういうのじゃなさそうだし、何より島がやばいなら私も力に。
ってあれ、仙人どこ行っちゃったの？ひょひょひょ、ここじゃここじゃ、お前さんの体の中じゃ。ちょっと私の返事は？ことは急を要するからの。なーに、曲がりするだけじゃ、悪さはせん。さあアリーザ、何かがあってからでは遅い。タロジーンに向かうのじゃ。あ、でもこれでわしは山から出られるぞい。いざ行かん、タロシンのもとへ。もうどうにでもなれ。お嬢さんに何かあったのかもしれない。くそ、タビラどこにいる？いたら返事をしてくれ。カンドロ、おとなしくしやがれ。今の声は？今の私は暴れ馬、手なずけようなんて無茶なこと。私の恋路を邪魔する者は全員お仕置きよ。なんでアハバカの奴らがお嬢さんに襲いかかってんだよ。あれがアーティファの？すげえ強えじゃねえか。困ったわ。これはまさに恋煩いね。アハバカの者たちの顔がみんなアーティファに見えてしまうなんて。タビーナ。やだ、声までアーティファにそっくり。もうこれは重傷ね。まさかそこにいるのは本物のアーティファなのかしら。ああ、そうだと思う。こいつは本物のアーティファさ。またこうして会えるなんて、私嬉しいわ。なあお嬢さん、なんでアハバカの人たちを？
アーテファの元に行こうとした私の手を掴んだりするんだもの。ついねじり上げたら武器を構え出して。だからちょっとだけお仕置きをね。ねえアーテファ、待ちに待った再会なのよ。なぜ抱きしめてくれないのかしら。タビーナ、俺は君に話さなくちゃならねえことがあるんだ。いやだわ、そんな神妙な顔をして。タビーナ、ダリールって男を知ってるか？君のおじいさんを殺してアハバカの首領になった男、ダリールは俺の祖父なんだ。嘘よ、嘘だと言って。それじゃあなたのお父様を襲ったのは私のパパってこと？アーテファ、言ってたじゃない、もしもお父様を襲った賊が見つかったら殺すって。ああ、確かに言ったけど、俺は憎しみよりも いいかいアーテファ、これから先何があろうとも人を憎んじゃいけないよ。人を愛するんだよ。人を愛してこそ。そう、俺は愛を、タビーナを愛したい。ああ、私たちは引き裂かれる運命なのよ。結ばれるなど夢、もう何もかも終わりよ。幾年幾星宿、どれだけ星が巡ろうとも因縁に抗うなんて不可能に違いないわ。愛しき人よ、さようなら。立ちはだかる障害も姿勢を持って向かい合えば必ず乗り越えられる。そうだろ？アーテファ、私あなたを信じるわ。なあ、今のは何だったんだ？愛を確かめ合ったのさ。積年の恨みの怖さはわかる。俺がどんなに笑っても親父の顔は頭をちらついた。けどよ、俺は君と出会って救われたんだよ。お袋が言っていたように、
未来を見てえと初めて思えたんだ。私もよ、アーテファ。だって私、パパが心から笑ったところを見たことがないもの。私に微笑みかけてはくれるわ。でも、いつも何かに、過去の影に怯えているようで。過去をなかったことになんてできねえ。だがこの因縁、どうにか解けねえものか。私を連れて逃げたっていいのに、私のパパを救ってくれるの？逃げたくなんかねえ。仇の孫の分際だがよ、君と一緒にいるなら家族ともだ。嬉しい。でもどうすれば私たちはこの壁を乗り越えられるのかしら。そこは壁を乗り越えてきた先達の話を聞こうじゃねえかな、スタン。え？俺？壁って言っても今回とは全然違うぞ。わかったよ、あくまで俺の話だからな。俺は見ての通りエルン族で、思い人のアリーザはドラフ族なんだ。お嬢様と使用人って身分も違ってた。アリーザのお母さんに反対されてさ、身分の差もあったけど、特に違う種族の恋は悲劇に終わるって。言われても諦めなかったのね。だって嘘はつきたくないよ、アリーザを好きって気持ちに。さすが俺が見込んだ男だ。やっぱり二人の愛に嘘はあっちゃならねえ。ええ、私も同じ気持ちよ。タビーナ！愛しき我が娘よ、くだらない因縁なんかぶっ飛ばしなさい。その愛さえあれば立ちはだかる障害も絶対乗り越えられる。母はそう信じるわ。そうですわ、麗しくもたくましいお嬢様に私はエールを送らせていただきます。お前らまでなんでだよ。二人を応援したくなってついな。はい、幸あれ。団長、お前もこっそり歌ってたろ。タビーナ、それからアーテファ、正直なんて言っていいのか。でも私には分かったわ、二
二人がどれほどの愛情で結ばれているのか、それだけで十分よ。ありがとう、ママ。ありがとうございます。